VTuber とコラボしますって VTuber の客を確保しなきゃいけないぐらいもう追い込まれてますっ、ね、て証拠やからそのゲームの世界観と合わないやつをコラボするのってなんか焼き肌農業以下だと思うんだが。 桜革命サービス終了で V ブタ発狂した話はもうした。えなんで V ブタが発狂するサービスをメえ、がサービス終了で声優起用されなかったから。ああ。別に声優に起用されなくても毎日声は消えるけど、それとこれとは話が違うのか。<laughs> わかってないな、お前。お前自分の娘が内定取り消しになった時の父親の気持ちがわからんか。<laughs> あわからん。わからん というが桜革命に大好きな VTuber が採用されたことでちょっと悦に浸ろうと思ったわけや。おいらの推しがさすげえさ桜大戦のソシャゲで声優になってさって煮てさ焼いてさ食ってさってなりたかったわけや。これちょっと反省してほしいんだけどこれちょっとあの桜革命が死んだ原因の。 第,第4位ぐらい VTuber のせいだからなやってない俺がこんなこと言うのはちょっと良くないけど俺もあの VTuber がどうこうのくだりがなかったらちょっとぐらいやってたと思うよそもそもゲームもゴミだったって聞きましたけどまあもともとそうそもそもゲームがゴミだったのが第1位ぐらいなお前ゲームやってないのそんなの無視できるぐらいひ,ひどいよ <laughs> えやろうかなじゃあ今度なんかオフライン限定モードで出すみたいなこと言ってなんかいやプロデューサーがどうこうって正直何のソースもない まあなんかどっかのゲーム系 YouTuber のなんかデマみたいなもんじゃんかそれをそれのせいだって断じるのはちょっと尊敬かなと思ってててかもう別に VTuber をそしゃげにせばよくないってそこまで来るなら VTuber をそしゃげにせばよくないって思うんやけどそれでよくない VTuber いっぱい集めてなんか VTuber と一緒になんかやるみたいなやつやれよ誰が制作するんだよ <laughs> いやカバーとかでやったら娘が V とコラボしたらどうせどうもせん いや、怒るね。て <laughs> いうか、コラボしないし。いやそもそもなんか VTuber とコラボレーションしなきゃいけないぐらい追い詰められてる。もう VTuber とコラボしますって。VTuber の客を確保しなきゃいけないぐらいもう追い込まれてますっ、ね、て証拠やから。ゲームの初っ端なからコラボとかする人クショはもう死んでんのよ。ゲームの初っ端なからゲームの世界観を無視した作品とコラボレーションするソシャゲなんてもう続かないの前提なわけだから。そう、地方の街おこしみたいなことよ。そう。 テク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 もなんかあの、ポプテビビックとかと速攻コラボしてたけど、それはもうそういうことで。てせがやもうマットコラボで爆裂らかれたわけだし、そうやろ。そのゲームの世界観と合わないやつをコラボするのって、なんか焼き肌農業以下だと思うんだが。違うね。パズラとかは、もうあの、一般層なの。パズラとかやってるのはゲーム好きなやつとかじゃなくて、一般人がやってるソシャゲーやから、あれはどんどんいろんなやつをこう取り込んでって大きくなるコンテンツやから。で、ましてや、パズラとかモンストとかって、VTuber とコラボしてるかしてないだろ。 誰もが知ってる進撃の巨人とか誰もが知ってる鬼滅の刃とかそういう一大コンテンツとコラボしてるやろ VTuber とかポ o p t v p i とかインターネットの一部しか盛り上がってない,いその中のごく一部のやつしか喜ばないような終わりきったコンテンツとコラボするのが地方の町おこしだってってんの君すごい詳しいけど専門の評論家すいません実は言ってなかったけど専門の評論家です普通の配信者みたいなのずらしてつらつら喋ってましたけどすいません専門の評論家です